渋野日向子の今季初戦は22日開幕、ホンダ LPGA 主催者推薦で。女子ゴルフの渋野日向子、25歳、サントリー所属の今シーズン初戦は、米国ツアー、ホンダ LPGA 開幕は22日、タイで、主催者からの推薦での出場が決まった。昨シーズンは、左手の負傷などによりトップ10入りがわずか1回で、ポイントランキングは83位という結果でシード圏内80位以内入りを逃していた。今季は優先出場順位が119位からのスタートとなり、まずはタイでの戦いでその力を示すことになる。すでに、次戦の米国ツアー、ブルーベイ LPGA、3月7日開幕、中国にもエントリーしており、その後は米国本土での戦いを通じてシード圏内への復帰を目指す予定だ。ホンダ LPGA には、国内ツアーで活躍する岩井明愛、千里、ともにホンダの双子姉妹も推薦で参戦する。その他、米国ツアーメンバーの畑岡奈紗、アビームコンサルティング、古江彩香、富士通、西村優菜、スターツ、笹生優花も出場する。渋野日向子の初戦に対するファンのコメントも寄せられており、稀に見る極度のサルテのようなスイング探しでいろいろ試行錯誤しているのだろう。LPGA での連戦も少しは慣れてきてることを踏まえると、少し時間がかかりすぎているように思う、といった声が上がっている。彼女がシード落ちで試金石となるシーズンであることを考慮し、なんとか意地を見せてほしい、という期待も寄せられている。女子世界ランキングでは、2月5日付で畑岡奈紗が17位、古江彩香が19位と変わらずの順位を維持しており、渋野日向子は109位に後退している。ただし、欧州女子ツアーと米国女子ツアーの次戦が控えており、ランキングに大きな変動があるか注目されている。女子プロクラブに関する記事では、渋野日向子のスイングについて詳細に分析が行われており、ドライバーとスプーンのシャフトを同じ重さにする選手が増えている傾向が報じられている。また、シャフトの硬さや重さを揃える選手とそうでない選手の違いについても解説されている。渋野日向子のファンやゴルフ愛好者からは、今後の活躍に期待する声が寄せられている一方で、彼女のスイングやクラブ選びに対する様々な分析も行われている。彼女の今後のプレーに注目が集まっている。渋野日向子は、クラブ選びについて非常に慎重であり、その選択は彼女のゴルフプレースタイルに大きな影響を与えています。彼女はクラブの性能やフィーリングを評価し、最適な選択を行うために綿密な検討を重ねています。渋野選手は、特にドライバーとフェアウェイウッドのクラブセッティングにおいて、シャフトの選択に細心の注意を払っています。彼女は、ボールをしっかりと飛ばすだけでなく、コントロールも重視しており、そのためにはクラブとの相性が非常に重要です。彼女はクラブのスペックや性能を細かく調べ、自分のスイングに最適なクラブを見つけ出すことに時間を費やしています。また、渋野日向子のスイングは独特であり、彼女の個性を反映しています。彼女の最も特徴的なスイングの一つは、その柔軟性とスムーズなリズムです。彼女は非常に柔軟な体を活かして、スイング中に優雅な流れを作り出し、ボールに力強いインパクトを与えます。さらに、渋野選手のスイングには独自の要素も含まれています。例えば、彼女のスイングには、軽やかな回転と呼ばれる、独特の体の回転が取り入れられています。この回転は、彼女がボールをしっかりと捉え、飛距離を伸ばすのに役立っています。渋野日向子のスイングは、彼女の個性やゴルフへの情熱が反映されています。彼女は常に自分のゲームを改善し、競技力を高めるために努力を惜しまないプレイヤーとして、多くのファンから尊敬されています。